どうもこんににちはおお世話になっております今回の「舞姫大学特別講義は」は若さについいてちょっととお話したいと思うんですよね、えー、私50過ぎてですねますます若さを意識するようになったんですけども、まあ、特に恋愛婚活市場では、まあ、男性は、ね、いつまでたっても二十、まあ、歳前後の女性が好きなんですよね。でどっちかっていうと40代とか50代の女性に、まあ、あの恋愛対象としての考えっていうのはなくなってくるんですよ。でね 女性も同じようなところがあって30代とかまあそうですね特に40代を過ぎるとやっぱり同年代それ以上の男性にってよりも、まあ、若い男性にねちょっと興味を持つみたいな方も結構いらっしゃって特に婚活市場ではなぜかねいわゆるアラフォーって言われている生き遅れてしまったっていう表現はね本当にこう不損なんですけども40代を過ぎた方が婚活市場に来るとどうしてもね 自分よりも5歳10歳下の男性とのマッチングを希望される例が多くってそれは無理だろうっていう風にカウンセラーさんが止めてもそれをなんとかするのがカウンセラーさんの仕事でしょうと年収は500万600万咲いているよねみたいな感じになってきたりとかしてねなんかねすごく相手に対する希望が増えてくるんですよ。で事情を聞聞いいててみみるるとと私なりに聞いてみるとね 自分の条件が悪くなったから相手の条件の良さとミックスして少しでもいい感じにしたいっていうふうにお話しされてるんですけどもまさにそれは相手の立場を取ってみるとね例えば30代の半ばぐらいで年収もそこそこ上がってきたそろそろお嫁さんのことを考えようかなと思った時に40過ぎた方がね来ちゃうといやちょっと自分の気持ちもそうだけどもいや両親に相談しにくいよねみたいなところがあったりとかして。 結構ね厳しいいんんじゃないかなかと思うんですよもちろんね芸能人並みのルックスやスタイルを兼ね備えていたりとかねそれからそこそこの資産や人脈を持ってるみたいないわゆる頂ける享受できるメリットがあればその年齢っていうのはどちらかというと人生経験の豊かさっていう風に評価される方に変わってくるんですけどもあれもないこれもない年収もない仕事も不安定でなんか家事手伝い家事手伝いを一体ね何十年やるんだって話ですけどもね。でそうなってくると な何やってたのあなたみたいな感じでその人との生活に希望が持てなくなっちゃうっていうのが正直なところじゃないかなと思うんですよ。40になって結婚するのがそれを希望するのが悪いというわけではないけどもそれなりのものを携えて来ていただけないと、まあ、男性も振り向けないよねってことなんですよね。でじゃあ反対にねなんでね男性ってのは40になっても50になってもその20歳前後の若い女性を求めるのかっていうとそのやっぱりね これからの展望なんですよね。二十歳前後の女性が5年10年20年かけてどんな女性に育っていくのかなってところに大いなる期待が持てるんですよねでそこに直接協力できるパートナーとして自分がいるってことになるとますますそのモチベーションっていうのは計り知れなくなるってことなんじゃないかなと思うんですよで逆にですね女性から見ても同じじゃないかなと思うんですよ まあ40代ぐらいの女性が婚活するうと思った時に年収350万の50代うんなんか結婚歴なし特に身長が高いわけでも学歴が高いわけでもないみたいな人を見るとこれからこの人と一緒にやってきて何があるんだろうって思っちゃうと思うんですよ。だからそう考えてみると恋愛はともかく結婚を考えると相手に対してはやっぱりシビアになっていくのかなっていうのがまあ本当のところではないかなと思うんですよ。 別にね、見た目とか、なんか自分の好みだけで見てるわけではなくって、当然そうなるよねってところが入ってるんじゃないかなと思うんですよ。まあこれについてはね、私は、あのー、30代では結構ね、婚活していたんですけども、<laughs> 40になってすぐにね、今の、 あのお嫁さんと出会って恋愛をすぐにしてそれですぐに結婚が決まったんでほんととんとん拍子だったんですがまあ当時はね私の経済状態も悪かったんですけどね <laughs> そこに気づかれる前に畳みかけたってところがありますけどもまあでもおかげさまだと思っておりますあれからもうね10年経ちましたねあそうそうそれであの私のね30代の婚活っていうのはまさにねあの私が35歳から39歳まで結婚相談所とかに行ったりとかしていたんですよ もちろん、足しげくわったわけではないんですけどもとりあえずご縁を広げようかなって感じで町ンにも行きましたよね広島町工っていうのはねっていうの楽しかったですよであの、主にはキャバクラが私のね守備 <laughs> エリアだったんですけどもね、うん、そこではやっぱり18歳から2223歳ぐらいまでの女性のあの、私はね指名をしてそういった方とばかり対話してきたんでなんかそういうふうなね若い女性の中にはおじせんって言ってまあおじさん専門がいるんですよ30代後半40代 OK みたいな むしろそっちの方がいいわみたいなね年の離れた一回り二回り離れた人がいいわみたいな人がいて、えー、そういう人とは私はもうかなり合致したんだよ当時ねだからあいつも行けるなって気持ちいいのになりましたは <laughs> っきり言ってまあでもうんまあいろいろとね思うところもあったんで手を広げたところうんやっぱりねあの結婚相談所ってのは本当の本当の本気の人がそれなりのスペックを携えてくるんで マッチングししやすいなっていうことは感じましたね、うん。私が見てのことなんですけども素敵な方ばかりいました結婚相談所でカウンセラーさんが勧める方ってのはまさにね今日結婚してもいいですみたいなそんな写真とスペックが揃ってましたね、うん、で会ってみたいなと思いました本当にで私のプロフィールも当然エントリーシートを書くんですけども もう先方も会ってみたいっていうふうにすぐに言ってくれたみたいで次の日もうすぐっていうかそのカウンセリングの終わった夕方には連絡がありましたからねあまだまだいけるなと思ったんでその結婚相談所で入会しなかったんですけどねだからこれが良くないんですよね3 5 6で反応がいいからっつってまだ大丈夫だと思ってね40ぐらいまで様子を見ると一年一年条件悪くなるわけですよそれに気づかないからまあ40代になってあれおかしいな数年前はこんなことなかったのにみたいなことがある でも婚活市場ではその1年とか3ヶ月とか6ヶ月がまさに命取りなんだろうなと特に男性でも30の半ばを過ぎたあたりからもうねもうカラータイムは点滅するっていう状態なんですよねで女性もそうなんですよ女性もね確かにね22とか25で決まらなければ相当困難なんですよ26歳からだって交際3年するともう30が見えてくるわけでしょそこで ちょっっっと今回はご縁ががななななくくりましたたねって言ったらさらさに数段条件が悪くなるわけなんですよだから女性も交際期間ってのはあるでしょうけども20代のもう前半で決まんなかったら24歳ぐらいからこの1年でこの人とはどうなるかを見ていこうっていうふうに本当にシビアに行かないとすぐに特化引きかじゃないですけどもねどんどんどん入れ替えていかないと1人の人をじっくり見ている前に他の人への市場がなくなってその人1人頼みになっちゃうみたいなね。 いわゆるその弱みを握られる状態になっちゃうんじゃないかなという風に感じましたまあ、今私がこういうこと言ってもまあ、単なるねまあ、上から目線の単なる個人的な感想ですよねみたいになっちゃうと思いますけどもそう確かにね確かにそうなんですよだからこれをねいかにねあの安心しちゃダメだよやばいんだよってことをお伝えするのとあと同時に恋愛や結婚的な人生じゃないかなっていう一般論とねなんかせめぎ合いですよねこれはね いやでもね思いますけどもわかんないですよだから50代でうんなんかパートナーが欲しいと思ってももう,うん世の中が許さないみたいなことになっちゃうんでね選択肢はいつも残しておいた方がいいかなっていうところでいやーちょっと答え出ないですねでもさすがに私でもねこれはねほん個別具体的な話になってくるとね、あのー 答えをさせていただくんですけども一般論として40過ぎた50過ぎた恋愛について語るのはかなり難しいなってことでございます今日はそんなところでごまかさせてもらいます特別講義真、まあ、姫大学40代以降の恋愛についてお話ししてみましたけども結論はまだ遠くその向こうにあるようですね皆さんからのコメントもお待ちしております